私は、ベルシステム24非正規雇用不安定労働者。老後は自助努力で何とかしろとのこと。老後は2000万円の赤字だそうだ。これは、65歳から年金を受け取りを想定した金額。70歳年金支給だとか75歳年金支給になったら、さらに赤字になる。ベルシステム24非正規雇用不安定労働者には、定期昇給、ベースアップ、賞与、退職金、すべてない。無論、家族手当や住居手当などあるわけがない。あるのは正社員との差別、有給休暇差別。正社員には誕生日有給休暇がある。ベルシステム24非正規雇用不安定労働者にはない。401kという上乗せ年金も当然ない。財形貯蓄も経帳見舞い金も正社員には自動的につく生命保険もない。笑えてくる。いや大きな声で笑うしかない。江戸時代、士農工商得た否認という差別制度があった。これでは、得た否認ではないか。役員は報奨金と株で安泰。お殿様である。日本には、支持率が低い共産党という政党があるが、その共産党員も自助努力で投資してマイナス2000万円をカバーできるのだろうか。自治労全国一般広島の特別執行委員の指吸いの棒は、激怒した。ベルシステム24との断交の時だ。ベルシステム24非正規雇用不安定労働者が、怒らずして誰が怒るのか。社畜に成り下がる姿を見せるのは、もういい加減やめてくれ。